はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今回はポーチの相手の打つコースの第3弾ですけれども、アングルへのポーチというのを紹介していきたいと思います。相手にポーチをすることによってやはりダブルスの場合は展開がですねより良くなることが多くなります。ただポーチというのは基本的には決めきらないと自分の方の陣形が崩れてしまうので、そこのところをしっかりと見定めて打つコースですねを選択をして決めきるということが必要になります。でこのアングルへのポーチというところをチョイスする場面としては、ポーチに出ていって相手が少し低く沈めてくるような球ですねを打った場合にアングルに切り返すということがアングルのポーチのチョイスする場面になります。前に詰めていって斜め前に出ていくというお話はしましたけれども、その詰めていってでここで打つ場合に低いとこういうところが狙いにくくなるわけですね。そうするとどこを狙うかといえばやはり一番空いてる場所、こっちのアングルを狙って打つことによってこっちの人もこっちの人も遠い場所をチョイスすることになりますから、できるだけ低く沈んでしまってしまった時にここをうまく打てるようにチョイスをしてみてください。はい、このアングルのボレーをチョイスした場合に打ち方としてはあんまり引きすぎてしまうとこちらのアングルに行きませんので、必ず斜め前に出ていった斜め前に手を出しておく。それともう一つはアングルですから打ちたい方に面が向いてないといけないので、少しラケットを立てて手首に谷を作る、この2つを注意してショットの練習をしてみてください。これが例えば振ってしまって向こう側に打とうとすると距離がそんなにないですからアウトしやすくなりますね。ですのでできるだけ斜め前に出しといて斜め前の面を作ってちょっと抜く感じ、少し抜ける感じをしっかりと当てられるようにしてることでアングルに収まるようになりますので、そのポイントをしっかりと練習していきましょう。
はい、テニスライズでは毎日、メールを配信させていただいています。登録はこちら、メールアドレスとお名前を登録してください。チャンネル登録は、こちらの上に、クリックをしてもらって登録をしていただくと、新しい、動画が配信された時にお知らせがいくようになりますので、ぜひこちらも登録してみてください。